今日は水戸市の日ということで相当気持ち入ってましたか？そうですね、やっぱりたくさんのお客さんに来ていただきましたし、皆さんに本当に勝つ姿を見せたかったんですけど、そこの部分で本当に悔しさが残るなっていう感じです、ただ危険のところ本当に目をつんでたと思います。ご自身のプレーいかがでしたでしょうか？守備の部分に関してはある程度自分たちの狙いとするところも、自分のところでボールを奪い切る部分もできたこともありましたけど、攻撃の部分でもっともっとこう質の部分でもっと上げていかないと、チームとして点を取る形になかなか結びつかないかなというところがあったので、その攻撃の部分に関してはまだまだ自分の課題だなというふうには感じましたね、攻撃に関して監督もクロスから得点をちょっと増やしていきたいというお話もありました。そのあたりに関してはいかがでしょうか？それはもう本当に自分たちこうサイドの選手たちにこう与えられた課題というか、もっとやってくれっていうメッセージだと思うんで、そこの部分は自分たちがこうまだまだこうアシスト数とかそういう数字の部分もそうですし、自分たちの質の部分でまだまだこう上げていかないといけない部分が多々あるので、そこの部分は本当に自分たちがこうしっかりそこに向き合って取り組んでいかないといけない課題だなっていうのは思います。今日はサポーターが試合前に J1 に行きたいという横断幕も張っていましたけれども、最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。自分たちは本当に目の前の一戦一戦、自分たちができる全ての力を出し切って、自分たちがこう上位争いに食い込んでいくために頑張るので、自分たちにもっともっとこう力を貸していただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。